さて今回はレッスンの質問についてという動画をお送りしたいと思います。サックスのミキです。今回ですねコメント欄に来た質問にお答えするんですけど、レッスンについて質問を受けしましたので動画にしたいと思います。この方のようにですね、ありがたいことにプライベートレッスンというね名前にしてますけれども、受けたいと思っていただいてまして非常に感謝しております。コメントに答えるだけやとちょっと拡散力がないかなと思いますので、今回こういった動画にしております。僕のレッスンにですね関心ある方はぜひ最後までご覧ください。それでは質問内容の方を読みたいと思いますけれども、秘書の質問でしたらすみません。先生のレッスンを受けるには大阪か神戸に行くしかないでしょうか？その場合1回だけ長めの時間でレッスンを受けるなどの受け方可能ですか、ということですね。はい、どうもありがとうございます。こちらにね書きました質問2つお受けしてますけれども、まずですねプライベートレッスン の場所についてですね、それと2つ目が1回あたりのレッスン時間の件ですね、お答えしたいと思います。でまず1つ目ですね、プライベートレッスンはリアルとオンラインで現在やっております。でリアルの方は対面のレッスンということですけれども、大阪と神戸三宮でやっております。で大阪は主に天満の32ミュージックスタジオという JR 環状線の大阪駅から1駅の天満駅からすぐのですね32ミュージックスタジオの方で主にレッスンしております。非常にアクセスがいい場所になります。神戸三宮の方も三宮駅前にあるスタジオケーズというところでやっております。ここもですね非常にアクセスがいい場所になっております。基本この2箇所ということですのでご了承ください。オンラインの方ですね、これは場所関係なくやっておりますけど、これまでですね関東の方とか、あとは今ですね海外の方からもですねお申し込みいただきまして、レッスンの方ですね配させていただいております。こちらも場所とかね時間とか関係ないですけど、生徒さんの方のね副環境が結構重要になってくるかなと思います。2番目がですね1回あたりのレッスン時間ですね。これはですね1時間からオーダーメイド可能って書きました。基本組み立て片付け込みで1時間でやっておりますけれども、生徒さんによったらですね、例えば僕のレッスンの場合でしたら月1回コース、月2回コースっていうのがありまして、月1回しか受けられへんけど、1時間よりもっと長く受けたいから2時間分受けさせてくださいっていう方もちらほらいます。そういう方は2時間のレッスンをやってたりします。であと遠方からでどうしても単発でしか受けられない、そういう場合は1時間だったら短すぎるという場合はあると思いますので、まあ、2時間とかご相談していただきましたらそういうふうに対応します。でそれ以上の時間ってなった場合はレッスン内容とかその方のご要望がありますので、まあ、その都度ですねこちら書いてますけど、お問い合わせからですねお気軽にご相談ください。大概のことは対応しております。であと複数名でですねグループレッスンという形で受けたいという方の場合もですねご相談いただけたらと思います、という感じですね。基本だから大阪と神戸ちょっと限定してやってますけれども、それ以外の場所でってなったらねちょっと僕のですね移動時間もねちょっと入ってきたりするので、その辺何卒ご理解いただきたいところになります。でもしその関東とかその他の地方に行くことがある場合はそこでまたレッスンの募集とかしたりしますけれども、現状ですねちょっとそういった予定がないので大変申し訳ないんですけども、今のところはリアルの対面レッスンの方は大阪と三宮ということで、もしご興味ある方はお申し込みください。今もですね名古屋とかあと神奈川県とか三重とかですね四国の方からも神戸と大阪の方に来ていただいております。もうそういった方々本当にありがたく思っておりますけど、ということで今回はですねレッスンの場所についてとか、そのレッスン形態ですね、あとはレッスンの時間はその方によってオーダーメイド可能ですということをお伝えしました。これが皆様の何らか参考になれば幸いです。またこういった感じですねレッスンに関する質問何でも受け付けますし、サックスに関しても何でもコメント欄の方に質問書いていただきましたら随時こんな風に動画とかテキストで返信していきます。そんな感じでまたお会いしましょう。